はい、ツナケイトです。職業は俳優です。そうですね、改めて見ると黒ばっかだなって感じですね。普段から本当にこの最小限の荷物を持って出歩いてるので本当にいつもこんくらいの量です。はい、これが台本です。タブレットですね。この中に全部入ってます。こちらですか。これね、アクセサリーケースになっております。ネックレスだったり指輪だったりブレスレットだったりつけてるんですけど、アクセサリーケースにしまってます。フェイシャルペーパーですね。あのギャツビーのなんですけど、めっちゃ気に入ってます。肌当たりがめっちゃ優しくて気持ちいいみたいな。プラスチック素材じゃないのも嬉しいですよね。僕はギャツビー好きです。肌綺麗ですか。ありがとうございます。天然コットン 100% ギャツビー気持ちいいペーパー洗顔。メンデン井上空です。職業は俳優です。荷物多いなって思いました。いつもよりはちょっと多めですかね。このジャージだったり靴があるからやっぱりちょっとかさばった感はあります。香水です。結構香りにはこだわりがある方で常に 2,3 種類ぐらいは持ち歩くようにしてます。これは今日は仕事の後にジムに行こうと思っててジャージとシューズを今日は持ってきました。フェイシャルペーパーです。中学の時からずっとギャツビーですね。フィット感がすごくて、あと汚れが取れたのもすごい自分の中で実感できるのと、あと何より爽やかな気分になれるからです。ニキビ予防にもいいですよね。ジムに行くにしろスポーツをするにしろもう毎日のように汗かいてるから、いつもバッグにこれを忍ばせてます。肌綺麗、しっかりケアしてますから。天然コットン 100% ギャツビー気持ちいいペーパー洗顔。